こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、アウトコースの8番ホール、レギュラーティーからピンまで170ヤード、ショートホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。8番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、風のジャッジが難解なパー3、グリーン手前の谷に吹き下ろす風とグリーン右サイドから吹き込んでくる風の影響を受けるため、スリリングなティーショットとなる。グリーンは3パットの可能性も。グリーン、幅40ヤード、奥行き31ヤードの大きなグリーン。芝目が強く3パットに注意。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの8番ホールはパー3。レギュラーティーからピンまで170ヤード。ハンディキャップは17、池越えのショートホール。難易度は18ホール中17位。平均スコアは 3.87。平均パット数は 2.01。客切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。アウトコースの8番ホール、パー3。レギュラーティーからピンまで170ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、風のジャッジが難解なパー3。グリーン手前の谷に吹き下ろす風と、グリーン右サイドから吹き込んでくる風の影響を受けるため、スリリングなティーショットとなる。グリーンは3パットの可能性も。アウトコースの8番ホール、パー3。グリーン、幅40ヤード、奥行き31ヤードの大きなグリーン。芝目が強く3パットに注意。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回はアウトコースの9番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。